はい、こんにちは、まーちゃんのまーはです。はい、今日はカブトムシの竹蔵の緊急報告ですね。はい、そうだね、はい、我が家のカブトムシの竹蔵、まだ生きてます。はい、はい、おいおい、ちょっと待って、おめえら20日間ぐらいアメリカ行ってたんじゃねって思った方、はい、実はですね、エイシン君のお友達に竹蔵を預かってもらってたんですね、はい、で、健在でございます。はい、よかったね。友達のおかげで竹蔵なんと8月超えられましたね。はい、よかったね、今もちゃんと元気そうにゼリー食べてる ね。もう昼間も動き出してて、そのわけはなぜかというと、もう外に出たい。そうだね、外に出てメスを探したい。そうだね、そんな感じになってるね、もうちょっと見てるとね、かわいそうな感じになってくるんだけども、今もう角動いてるけど、よかった。そうだね、触覚も動いてる、一時期ね、触覚が垂れ下がってて、あれこれ大丈夫と思った時あったんだよね、でもその夜ちゃんと動いたから、はぁーって安心したんだよね。びっくりしたけどね、うん、ちなみにダニとか湧いてなくて元気だね、よかった本当に。このここのね、木のところにゼリー置いといても、ゼリーのこのケースごとドーンって外に置いてあることが多くて、相当食べてんだろうなって感じするんだよね、ほぼ空っぽだよね、普通に野生のカブトムシは、8月とか7月でも命を終えちゃうんだけど、飼育するカブトムシは9月後半から10月中旬まで生かすことができるんだって。生かすね、そうだね、そうだね、役目は終わってないからね、まだ死ねんと思ってるだろうからね。そうですね、こちらは相変わらずこの持つとか、そういう行為はしてないね、ゼリー置いた時だけこうやってゼリーの近くに持ってってあげるぐらいかな、なんで足が取れたりとかそういう痛々しいことはないね、そういうとこの学校の折り紙でこうやってカブトムシを作ったの。あ、そうなの、こっちはヘラクレスリッキーブルーで、こっちはヘラクレスオキシデンタイス、これ何なの、これセルテープがくっついてるの。あ、これあの上に回ってる丸、ゴッドフォームってこと、うん、あー、そういうことね、なんかよ、なんかシュワ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 なんか書いてあるかと思った、そういうことね、ゴッドフォームなんだこれ。そう、割とよくできてんじゃん、こうやって見ると、それっぽい、イエーイ。だこのもうちょっと背中がふんわりしてる方がいいかもしれないけど、今潰れちゃったね、それぐらいシン君はカブトムシにハマっております。はい、はい、ということで今回は竹蔵君の緊急報告でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。グッドね。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、それでチャンネル登録もよろしくね。ということでこの9月に入ってからカブトムシの動画っていうのもなかなかないかもしれないんで、ちょっとやってみました、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。